コベントリーは、イギリス・イングランドのウェストミッドランズ州にある都市。イングランドで8番目に人口が多い都市である。コベントリーは、自動車産業と大聖堂、古代馬夫人の伝説で有名である。コベントリーは1043年、領主であったレオフリックとその妻古代馬夫人により、ベネディクト派の修道院が設立されたことに橋を発していると言われてきた。最近の調査では、 この修道院は1022年には存在していたようであり、二人はそれを支援したといった見方が強い。領主レオフリックと五台場夫人については有名な伝説がある。重税に苦しむ領民を気の毒に思った五代バが夫、レオフリックに税を軽くするように申し述べたところ、レオフリックは五代バが慎み深い女性であることを知りながら、お前が全裸で馬に乗って、 町を一周したら考えてやろうと言った。悩んだ末に、五代馬は決意し、町中の民に外を見ないように命じた上、長い髪だけを身にまとって、馬で町を一周したのである。町民は皆、この五代馬の振る舞いに心を打たれ、窓を閉めて閉じこもった。これにより、レオフリックは、やむを得ず、税を軽くしたという。なお、この時にただ一人街を覗いた男がおり、これが、 ピーピングトムという言葉の由来になったという。中世を専門とする歴史家の見解は、上記の伝説が史実ではないことで一致している。この伝説にちなんで、死の中心部には馬に乗った五台場の像が立っている。14世紀になると布貿易の中心地として栄えるようになる。中世にはイングランドでも最も重要な都市の一つであった。 19世紀後半になると自転車が流行し、英国中にサイクリングクラブができる。ローバーがコベントリーで自転車製造を開始し、多くの自転車製造業者が後に続いた。1896年に赤旗法が廃止されたのをきっかけとして、20世紀初頭、これら自転車製造業者は自動車の製造を始める。こうしてコベントリーは自動車産業の中心地となった。 破壊された大聖堂、新大聖堂の内部工業都市であったため、第二次世界大戦中の1940年11月14日には、ナチスドイツによる爆撃、カブンドトリー・ブリッツの標的となり、コベントリー大聖堂を含む市の中心の大部分が破壊された。1950年に新しい大聖堂を建てる設計コンペが開催された。設計を勝ち取ったのは、 バジルスペンス。1962年、廃墟となった、旧大聖堂の脇に、新大聖堂が再建され、戦争の爪痕と戦後の復興のシンボルとして知られる。ジェイコブ・エプスタイン作、聖ミカエルと悪魔の聖堂像、ジョン・パイパー作の色彩豊かなステンドグラス及び、グレアム・サザランドのキリストの巨大なタペストリーに、有名されている。この空襲について、 イギリス政府は事前にドイツ軍のエニグマ暗号を解読し察知しながらその後の迎撃戦を有利に運ぶためコベントリー爆撃隊を見逃したとする陰謀論があり章の虫を殺し台の虫を生かす類の説話としてしばしば語られるしかし BBC によれば真相はイギリスはエニグマ暗号自体の解読には成功したが伝聞中で標的はコルンと コードネームで書かれていたために、それがすなわちコベントリーであるということまではわからなかったとされる。上記のコベントリー大聖堂が有名である。現在では破壊された旧大聖堂の隣に近代的な新しい大聖堂が立つ。コベントリー交通博物館では自動車、自転車の街としてのコベントリーを知ることができる。近郊にはシェイクスピアの記事であるストラトフォードアポン、 エーボンや、荘厳な城で有名なウォリックがある。バーミンガムからも近い。コベントリーは1890年代から自転車と自動車産業で栄えた都市である。ジャガーの本部、コベントリークライマックスの本社と工場があり、組み立て工場はデイブラー、トライアンフ、郊外のプジョーなどがある。ロンドンタクシーとして有名なブラックキャブもコベントリーで生産されている。 クリスマスキャロルの一つで16世紀に成立したコベントリーキャロルで知られる。19世紀初めには小説家のジョージエリオットの作品ミドルマーチの舞台になった。1962年ベンジャミン・ブリテンによる戦争レクイエムが初演された。現在ではコベントリージャズフェスティバルなどの音楽イベントで有名。市内のウォーリック大学にはロンドン以外では イングランド最大規模の舞台劇場を備えた、ウォリックアートセンターがある。ありがとうございます。